はい、どうせという言葉はね、ネガティブに捉えられがちですね。まあ、どうせ僕なんてとかね、どうせ自分なんてっていう言葉は結構ありますけどもね、それは一見謙遜してるようであり、もう諦めなんですよね。もう白旗信号なんですよ。で、割とこのどうせっていうのはどうなんでしょうか、年齢を重ねた方よりも重ねてない方の方が使いやすい言葉なんだろうなと思いますよね。これでなんでね、どうせって言葉が出ちゃうんでしょうか。それはどうせという枕言葉がその後にいろんな言い訳を使うのにものすごくね、便利だからだと思うんですよ。で、私は中学の頃からね、このどうせって言葉を上手に使うようにしたらどうかなと思いまして、私の捉え方としては、どうせ泣いても笑っても一日なら笑って過ごしたいなというふうなところから始めてるんですよね。どうせね、うじゃぱーじゃ言ってもっていう言い方になりますけども、うじゃぱーじゃ言ってもね、どうせ人間の一生なんて100年にも満たないと。だったらその短い人生の中でね、あらゆる苦痛は耐えれるんじゃないかなと。たった一瞬だから、あらゆる喜びに出会えるんじゃないかなと思ってるんですよね。だからどうせ死ぬんだから精一杯やろうかなとかね、どれだけ自分の体が疲れたとかね、なんだかって言ってもどうせ死ぬよとだから苦痛を無視して人生を最大限喜びに満ちたものにしたらどうかなと思うわけなんですよね。どうせですよ。それからこれをね、ちょっと短くしてみると、どうせ寝たら回復するっていう言葉もあるんですよ。これ与沢翼さんも同じこと言ってたんですけども、手を抜いて過ごすよりも精一杯やってヘトヘトになって、それでね、倒れて寝る、朝になったら回復してるんですよ。朝起きたらね、手を抜いてもなんかね、まどろんで寝ても、夜寝ても十分寝ても回復してるんですよ。っていうことは、どうせ寝て起きて回復してるんだったら、どうせ、まあ何でもかんでも突き抜けるほどやり込んだ方がいいんじゃないかなっていうところですよね。そうすると何て言うんですかね、起きるたんびにパワーアップしてるみたいな感じです。大体起きた時にもう疲れてるでしょ、ね、どうなってるんですかね、起きた時に疲れているというね、何もしてないのに疲れてるというね、大したことをやったような感じでね、ああ疲れたって言葉を聞くことがあるでしょ。そのたびになんで疲れてんだよみたいなねどれだけのことをやってやり込んできたんだよとね、よく人は言いますよね。激動の1年だったとかね、いや波乱万丈の人生でしたとかね、自画自賛してるわけですけども、いやそこまでやったんだったらなんでそんなしょぼい人生今ここに来てんのみたいなね、まあ精一杯生きたんだったらそれなりの今日が来てるはずなんですけどね。だからどうせ夜が明けるなら、どうせ体は回復してるから、どうせ寿命は短いわけですからね、まあ面白おかしくやった方がいいんじゃないかなというところですよね。遠慮せずに能力を発揮したらいいんじゃないですかね。能力があればですけどね、まあ、そんな皮肉がラストで締めくくられますけどね。いやまだまだね、ちょっとびっくりすることやっていかなきゃいけないですね。自分がびっくりするようなことをね、俺こんなやるんだみたいなね、俺こんなすげえんだみたいなね、なんかまるで自分が別の人格みたいに、振り返ってみたらな、すごいですね。あと何だったかな、やっぱあれですよね、吉田さんね、最後に一本字が持参しますけども、このパソコンやスマホを開くじゃないですか。どうせ開くんだったらそこに圧倒的な自由と時間とお金が眠ってるってこと、それをね掘り起こしていきたいですね。まあ我々結構できてるじゃないですか。まあ、ほとんどの人はね、スマホ開いてなんかわけのわかんないことやってもう時間が過ぎると。ただ消費されてるだけですよ、こういったデジタル機器に。まあ、我々はね、こうやって誰かが発明したこういったよくわかんないデバイスでしっかりと時間とかね支配していきましょう。いってらっしゃい。